こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今回ご紹介するのは今から夏場に向けてのコーディネートをいくつかまとめて、紹介をしたいと思います。今日は5月の26日、まだ朝晩は肌寒い日が続いているんですが、今からどんどんとね、夏場になって暖かくなってきますので、その時のためのコーディネートをいくつか紹介したいと思います。またその夏から秋に向けてもそのシェアを入れながら今回は紹介をしたいというふうに思っています。このコーディネートということなんですけども、このコーディネートで例えばこれが正しいとかこれが間違いということはないんですね。それぞれのそのオーナーの方のその組み合わせ、コーディネートの仕方によっていろいろ変化が楽しめる、それがいわゆるファッションを楽しむということの一つなんですね。ですから、そのいろんなものの組み合わせをすることによって、意外とそのあ、これとこれと合うんだなとか、これとこれはちょっと違うなとかいうのがね、わかると思うんですね。今回それをまとめて紹介をしていきたいというふうに思っています。そのコーディネートで良し悪しというのが、まあ、ないというふうに言ったんですけども、例えばハードルが高いものもあります。例えばですね、ジャケット、そのジャケットに柄物のジャケットがあって、また柄物のパンツがあったとする。でそういうふうに柄物と同士で合わせると、私たち一般人はどうしていいか分かんないなとか、あれとあれと本当に合わせていいのっていうふうに思うかもしれません。だけども例えばその一流モデルさんがその雑誌に出てるようなその柄物同士の組み合わせを見た時に、あ、やっぱりかっこいいなと思ったりもするんですね。だけども自分に置き換えてみると、いや、とてもハードルが高くて真似することはできないなっていうことは多々あると思うんですね。そういうふうに非常にそのインパクトのあるもの同士を組み合わせるというのは非常にハードルが高い。私もその柄物同士を合わせるなんてちょっと難しいと思うんですけども、まあ、今回ね、そのコーディネートの一つのくくりとして、こういうふうにベーシックなもの同士で合わせても意外と相性がいいもの、相性そうでもないものって出てくると思うんですね。それを踏まえて今回はね、紹介したいと思います。まあ、例えばそのこのタイプですね、この無地の長袖のシャツをチョイスしたんですね。そして、ショートパンツを2型、そしてスニーカーも2型、一番こうベースになるもの、全くの無地のものを今回この、6パターンを用意したんですね。この6パターンを用意したということは、これをね、うまく組み合わせると全部で8通りの組み合わせが自由にできるんですね。単なるこの無地ベースなものなんですけども、合わせ方によってはそのあ、これいいなとか、うん、これはいまいちかなっていうのが出てくると思うんですね。そしてまたそのこの商品をおすすめするんではなくて、あの持ってらっしゃるもの、あれだったら俺一つ持ってるな、あれ似たようなもの持ってるなっていうのがあれば、それをイメージして、じゃああれを足せばいいかとか、これを足せばいいかなというふうなことで、そういった括りで見てほしいと思うんですね。皆さん一つは何かしら持っている色とか、その形っていうのをね、持っていらっしゃると思うんで、それを自分のものと置き換えて、こういうふうに組み合わせをしてみよう、あ、これをプラスしたらいいとか、意外とこれとこれと相性がいいなっていうのがあると思うんですね。それを今回はこの6つのパターン、8パターンを組み合わせてみようと思っています。まずはシャツですけども、まずは岡山ブランド FOB ファクトリーのこのバンドカラーのシャンブレーのシャツ、こちらをちょっと用意してみました。夏場のコーディネートということですけども、あえて私はこういう長袖のシャツを持ってきたんですね。この長袖のシャツっていうのは夏場でも例えばその腕をまくってもらってもいいし、またクーラー対策っていうのもなりますので、あえてこのショートパンツを持ってきたんですが、あえてショートパンツに長袖のシャツを持ってきました。FOB ファクトリーのバンドカラーのシャンブレーシャツ、こちらを用意しました。そしてショートパンツですけども、ショートパンツも皆さん一つは持ってらっしゃるんじゃないかと思うんですね。これはマナスタッシュのクライミングショーツ、ベージュカラー、そしてネイビーカラーの2色を用意してみました。こういう風なショートパンツを今回は合わせてみようと思っています。もう本当にそのベーシックなね、まあ、このタイプもそのマナスタッシュを紹介するんではなくて、これに似たようなものを持ってらっしゃったらそれを合わせてみようということで、こういう風に持ってきたわけですね。これはショートパンツになります。そして足元はこのタイプですね。これはメイドインクルメのムーンスターのクラシックスニーカー、これはダークネイビーのスニーカー、そしてオフホワイトのスニーカー、この2つを用意してみました。今回この方の6パターンのタイプをチョイスしてみて、例えばその例えばブルーのね、シャンブレーシャツにベージュホワイトなのか、ベージュダークネイビーなのか、またホワイトのシャツに例えばダークネイビーの
ショートパンツに合わせて白なのかダークネイビーなのか、こういった組み合わせをもう自由にねできると思うんで、それをぜひ見てほしいと思います。今回は夏場に向けてのコーディネートを紹介していきました。今回はこのベースになるもの、もう無地のベースになるものをいろいろ組み合わせて、どういった雰囲気になるのかっていうのをね、ちょっと検証してみたんですけども、これに限らず、これに近いものを持ってらっしゃったら、あ、これとこれは持ってるんで、じゃあこれを合わせてみようとか、これを持ってるんで、この色を選んでみようとか、その色ですね、形ではなくて、色の変化を楽しんでもらいたいので、そこで自分なりにコーディネートしてほしいと思うんですね。この商品の詳しいことは、この動画の概要欄に商品ページのリンクを貼り付けてますので、そこをぜひクリックしてみてください。今回は夏場に向けてのコーディネート、長袖のバンドカラーの FOB のシャツ、そしてマナスタッシュのショートパンツ、そしてムーンスターのスニーカー、こちらを紹介していきました。